はい、皆さんこんにちは、ワンダイルゲームルフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊、コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。3つのミッションをクリアしてきました。ここまでに、カイ・スプールアンス級、さらにはロサンゼルス級の源泉、そしてミサイル巡洋艦のカリフォルニア級、このあたりの撃沈に成功してきています。今回はその続きです。ミッション4、そしてここからいよいよレベルが一つ上がってレベル2、レベル2になります。米海軍、ジョン・マードック大佐が指揮する潜水艦隊に挑むということです。セイロン沖島になります。岬が作戦区域西部に存在。戦闘を左右することはない。中央部の深度は100メートル以下ということです。敵艦はロサンゼルス級。3艦以上が潜んでいるということです。浅い海域での戦闘は我が艦の性能を減殺させてしまう。まあ、性能が十分に活かせないということですね。どこで戦うかというのは、重要な作戦の成功ポイントになりそうです。では、補給、修理、スキルの割り振りを行っていきます。実はいくつかステージをやり直してですね、ポイントを増やしてあります。現在4万ポイント持っています。まず、その4万ポイントを使ってですね、補給を行っていきましょう。一つは魚雷ですね。マーク46型の魚雷。これ16本乗せます。で、マーク50、マーク50の魚雷ですね。対潜水艦戦を目的とした魚雷ということなので、これをね、ちょっと積みたいんですけども、これを積むにはですね、弾薬の種類4万ポイント使わなきゃいけないというのがあるので、ちょっとここはね、確実に4万ポイント使いたいので、一旦戻って4万ポイント確保してきます。はい。では、マーク50の魚雷、これを搭載しました。これでちょっと出撃してみましょう。10本ほど持っていきましょうか。マックスの魚雷装、持っていける数ですね。これ50本なので、どれを何本持っていくかっていうのはね、今後、重要なファクターになってくると思うんですけども、まあ今のところね、まだまだ、そこまで注意する必要はなさそうなので、持てる分だけ持っていくという感じで進めていきます。では、敵の源泉、ロサンゼルス級の源泉が3艦以上潜んでいるということなので、まずはボトムに入って、敵の位置を確認します。索敵していきましょう。赤い矢印が出ているところに敵がいるという状況ですね。確認済みのところ、ロサンゼルス級の源泉、インディアナポリス。さらに、艦首不明の敵艦が、距離7700にあるということなので、まずは前方にいるロサンゼルス級の源泉、これを仕留めに行きましょう。いろんなところからソナーを撃ってきてる気配がするんで、ちょっとね、そのソナーを撃ってきている場所を把握しつつ、そこをうまくかわして、即配面に回り込めれば一番いいかなと思います。さあ、敵を発見しています。巨大が撃てる距離まで近づいたら撃ちましょう。どっちが先に撃つかというところなんですが、こちらが先に撃ちます。搭載したてのマーク50の巨大。まず1本撃ってみましょう。ロサンゼルス級の源泉、威力の高いマーク50、これが当たってくれるかどうか。敵も撃ってきたので回避運動に入ります。倒されましたね。ではもう1回撃つ準備に入りましょう。マーク50の貴重な魚雷なので、今度こそ当ててくれっていう感じですね。さあ、魚雷出た。当たりましたね。インディアナポリスに魚雷命中。撃沈。さすがにマーク50なので一撃で倒せました。では、せっかくなので、ポイント稼ぎで、沈没船を撃っておきます。それで、
月の敵艦を探索しに行きましょう。前方から敵艦が迫ってきてます。魚雷が撃てる距離に入ったら、こちらから先に先制攻撃で魚雷を撃ちましょう。魚雷出た。敵の魚雷発射。デコイル。回避されましたね、こちらの魚雷が。であれば、ちょっと接近してですね、次の手を打っていきます。この混乱に乗じて、流線誘導弾の魚雷を発射します。魚雷、命中。これも強力なマーク50の魚雷です。攻撃型の源泉、ブレーマートン、撃沈。さあ、では、後方におそらく、機関、いると思うので、探索していきましょう。さすがにマーク50の魚雷は強力ですね。敵艦発見。艦首不明。魚雷撃てる距離に入ったら、先制で魚雷撃ちます。ホーミングの魚雷、マーク50。1番艦から発射。魚雷出た。この後、外した場合は優先弾に切り替えて撃っていきます。敵も、デコイで、これを、迎撃してきましたね。攻撃型厳選、ジャンク装備ルでしたね。では、接近して、優先弾を当てていきます。ここも早く魚雷を撃ったもん勝ちだと思うんで、魚雷を撃っていきます。速度も35ノットまで上げます。かわされた。速度を落として、第2波攻撃として今度は優先弾ではなくホーミング弾を放ちます。命中。ただこれも敵の機関ではなかったですね。では一旦索敵に入りましょう。敵艦発見、距離5400、艦首不明。まずは接近して魚雷が撃てる距離まで詰めていきます。速度を落として先に魚雷を当てるためにアクティブを打ちました。ボンボン採取済み。そしたら同じようにマーク50、強力なホーミングの魚雷をまずは一発。魚雷出た。これがやはり機関でしたね。戦略型厳選、オハイオ級、ジョージア。攻撃型厳選ではなくて戦略級ということなので、弾道ミサイルとかが撃てる機種なのかもしれないですね。デコイを出されて、少し、こちらの魚雷が、かわされたという状況なので、第2波攻撃へ入っていきましょう。どっちが次の攻撃を先に当てられるかっていうのが重要ですからね。マーク50のホーミングの魚雷。魚雷が出たら、急速に速度を上げて、すれ違いましょう。かわされましたね。そしたらすぐに、旋回して、次の魚雷を当てに行きます。アクティブを一回打ってからでもいいんですが、マーク50を一回当ててからしましょうか。さあ、魚雷出た。命中。
一撃では沈まないですね。そしたらマーク46の優先弾に切り替えて2本出します。敵も旋回して攻撃を当てに来ると思うので回避しにかかりましょう。こちらに優先弾かわされてます。そしたらさらに旋回、敵の側背面からギョライを撃ちます。ちょっとこちらにもダメージが出る可能性がありますね、この距離だと。なんで完全にスキルを消し、ギョライ命中。まだ沈まない。これが戦略級の厳選の強さなんですかね。そしたら優先弾切り替えて次のギョライ出た、命中。撃沈しましたね。いや、ジョージアはマーク50のギョライを当てても沈まなかったですね。はい、というわけで、今回はロサンゼルス級の厳選ではなくて戦略型の潜水艦とジョージアとの戦いになりました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、1回のミッションですけども、今回はキリがいいのでここまでにさせていただきたいと思います。